こんにちは、岩根です。今回は僕がクリップスタジオで仕事や趣味のアニメを作るときに使用しているアニメ用テンプレートファイルとセルレイヤーの使い方を説明します。この2つのデータはクリップスタジオアセッツで公開していますので、この動画の説明欄のリンクからダウンロードしてください。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使わせてもらっても出来上がった作品のデータをお渡しする以外のお礼はできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM でご連絡ください。まずセルレイヤーの解説をします。通常クリップスタジオでアニメーションセルを追加すると1枚のレイヤーが追加されます。ところが1枚だと下書きから清書、場合によっては色塗りまで全てをこの1枚で完結させる必要があります。イラストなどのファイルだと新規レイヤーを追加して不要になったらゴミ箱にポイできますが、アニメファイルの場合タイムラインに指定した画像以外一切表示されないので、コピペすらまともにできません。そこで必要と思われる複数枚のレイヤーをワンセットにしたフォルダーを1枚のセルとして使用するのが一般的です。このフォルダーに何枚のレイヤーを入れるのかは人それぞれでしょうが、今回配布しているセル素材は実線ベクター、赤ベクター、青ベクター、緑ベクター、影塗り用ラスター、下書き用ラスターの計6枚をセットしてあります。色トレス用の赤、青、緑はそれぞれレイヤーカラーで色を表現しているので、描画色は黒だけで OK です。色の切り替えはライトテーブルパレットのレイヤーを切り替えます。下書き用と色塗り用のレイヤーは特にレイヤーカラーを使っていないので、パレットから好みの色を拾って描いてください。最初から自分でアニメファイルを作成する場合は後ほど紹介するアニメカットテンプレートを使えますが、制作会社から複数画像を読み込んだクリップスタジオファイルが送られてきた場合、原画のためのタイムライン上に素材フォルダーからこのセルをドラッグ&ドロップします。狙ったフォルダーに入らないことも多いので、その場合は改めてレイヤーパレット上で移動させてください。このようにアニメーションフォルダー上にアニメセルレイヤーと表示されれば OK です。ですがまだこの状態では書けません。それは最初の方でも触れたようにタイムライン上にセルが指定されていないからです。何コマ目にでも指定できますが、1コマ目にしてみましょう。1コマ目を選んで鎖がついたセルを指定アイコンをクリックすると、このアニメーションフォルダーに格納されているセルの一覧が出ます。ここでアニメセルレイヤーを選ぶとタイムライン上に配置されて絵を描くことができます。この名前のままだと見づらいので、1にリネームすることをお勧めします。1枚目を書き終わって2枚目を書くときにも素材フォルダーから画面にドラッグ&ドロップするのでしょうか？そんな必要はありません。この新規アニメーションセルアイコンをクリックすると直前のコマと同じ構成のセルが2という名前で作成されます。なので素材フォルダーから持ってくるのは一度だけです。ただし A セル上に B セルを作るなどして
新規でアニメーションフォルダーを作った場合は、新規アニメーションセルアイコンをクリックすると1枚のレイヤーが配置されてしまうので、改めて素材フォルダーからドラッグ&ドロップしてください。続いてアニメーションテンプレートファイルについての説明です。アニメーションフォルダの構成は、一番下に何もセルが含まれていないアニメーションフォルダー、その上に先に説明したレイヤー構成のセルが1枚ずつセットされた ABC のみの3つのアニメーションフォルダーが置いてあります。一番下のアニメーションフォルダーは背景や連番画像を読み込むときに使います。このファイルをテンプレートとして登録します。新規アニメーションを作るときにテンプレートのところにチェックを入れ、先ほどのファイルを選択することで一発で作成できて便利です。連番画像の読み込み方法は、一番下のアニメーションフォルダを選択してからファイルメニュー、読み込み、画像と選んで、読み込みたい連番画像をすべて選択して読み込みます。続いてアニメーションメニュー、トラック編集、セルを一括指定を選択。既存のアニメーションセル名から指定、開始番号と終了番号、フレーム数、繰り返し設定などをして OK をすると読み込まれます。A から C のアニメーションフォルダーにはセルがセットされていますが、タイムライン上にはまだ指定されていないので書くことができません。書きたいフレームを選択して、鎖がついたセルを指定アイコンをクリック。出てきた一覧から1のセルを選択することで書き始められます。細かい設定は作品によって変わってくると思いますので、自分用のテンプレートを作る時の叩き台に使っていただければ幸いです。次の動画でお会いしましょう。さようなら。